妹からの使者として参ったと既得。はい、今洛陽には諸州の兵が参集し穏やかならぬ気配。片井郷様には痛くご心痛にございます。大事の起こる前にぜひ大将軍にお会いしたいとの由し、既得ここにお迎えに参上いたしました。ああ、わかったわかった。国第一の身分でも女は女、戦が恐ろしいんであろう。わしが安心させてやる。すぐ参る。では拙者もお供いたします。それがしもお供いたします。ああ、好きにするがよい。これより宮中に兵を入れることは許されませぬ。分かっておる。友は二人だけじゃ。恐れながら片井郷様には大将軍お一人とお会いいたしたいとの仰せにございます。ああ、よい。ここで待て。すぐ戻る。そうそう、何か不審な気配を感じぬか。いえ、別に。家臣の命もこれまで、この時を十条寺が見逃すことはない。家臣大将軍、よく来られましたな。何？東大郷様を暗殺し、我らの恩を仇で返す不忠者、覚悟めざれい。うん、はかったな、十条寺めら。将軍家臣謀反の罪によって打ち首となり申した。己長城め、十条寺どもを一人たりとも生かしておくものか。逆賊十条寺、大義によって討つ。大将軍家臣は優柔不断もさることながら、目先にこだわり天下を広く展望する視野にかけていた。虎視眈々として時を待つ董卓の姿が曹操の脳裏に大きな影を投げかけている。都洛陽は野望の渦に巻き込まれていった。